はいどうも、ショートイズのショットです。はい、で今日ね、日曜日ということで、アニワン見たんですけど、アニワン終了後にとんでもないフィギュア発表されてたので、今回はそちらご紹介していきたいと思います。ということで早速見ていきましょう。はい、ということで今回ご紹介していくフィギュアがこちら、フィギュアーズゼロ超激戦エクストラバトルモンキー・D・ルフィギアフィフスギガントになります。いや、ついにアニメでもギガント見れたと思ったらもうフィギュアですね。いや、これ最高ですね。絶対買うでしょ、これ。で、一応SNS での発表は本日なんですけど、先日のワンピースデーでは撮影禁止でデコマスが既に展示されていたみたいです。で、自分はね、普通に落選しちゃったので行けなかったんですけど、まあ、展示見れたフォロワーさんからちょっとね、お話聞いたりもしたので、まあ、今回ちょっとご紹介させていただければと思います。はい、で、こちらまだね、価格とサイズが公開されてません。で、今回ちょっとこれね、予想していこうと思うんですけど、まあ、まずサイズですね。まあ、こちらざっくり言うと、でかいですね。まあ、おそらくね、最近の総龍図ですね。まあ、カイドウとか桃之助、あのぐらいのね、サイズ感のイメージだと思います。で、さすがにレッドロックよりはちっちゃいのかなと思いますね。まあ、ちょっとサイズ感はね、実際見た人が一番わかりやすいと思うので、展示見たことある方ぜひコメントしていただければと思います。はい、で価格についてなんですけど、まずさっき言った最近のフィギュアーズゼロちょっと振り返ってみましょうか。まず超激戦エクストラバトルのカイドウ、こちらが全高30センチで価格は税込み 17,600円ですね。はい、で同じサイズ感の桃之助ですね、こちらが全高 28.5 センチ、価格は 18,700 円ですね。はい、でこちらが超激戦エクストラバトルスペクタクルのモンキー・D・ルフィレッドロックになります。こちら全高が 45 センチ、価格は 38,000 円、税込みになってます。でこのレッドロックのルフィだけエクストラバトルスペクタクルなんですよね。で公式サイトとかにもなんかね、スタチューフィギュアシリーズって書いてあるんですよ。で今回のギアフィフスギガントはエクストラバトルなので、まあ、価格帯的にはどちらかというと、カイドウ桃之助に近いのかなと思います。なので、まあ、希望を込めた値段予想でいくと、まあ、18,000〜19,000ぐらいで、カイドウ桃之助と近い値段設定だとすごくね、嬉しいかなと思います。ただまあ、今回のルフィ、まあ、雲のジオラマっぽい台座になってたり、まあ、雷のエフェクトでクリアパーツね、ふんだんに使われているので、ちょっとね、値段怖いかなとも思います。まあ、ただ本当にこのギガントのフィギュアっていうのは、もう原作でね、最初読んだ時に、あ、このギガントのポージングで大きいフィギュア出してくれないかなって思ってたぐらいなので、まあ、2万3万って言われても買っちゃう気がしますね。まあ、本当にポージングはね、原作が元になってて、しかもね、登場シーン KOA のやつとも違って顔がねしっかり見えてるということで、もう今のところザ・ギアフィフスって感じのポージングなので、個人的にはギアフィフスのフィギュアの中でも一押しですね、これが。ということで、まあ詳細はね、後日公開って書いてあるんですけど、まあワンピースデー時点でデコマス完成してたということなので、まあ本当近日中にいきなり予約始めることもねあるかと思いますので、まあ、また続報があり次第すぐ動画でご紹介させていただきたいと思います。はい、ということで今回はフィギュアーズゼロからモンキー・D・ルフィギアフィフスギガントをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんの感想もぜひコメント欄で教えてください。ということで今後もジャンプ系を中心にハイクオリティフィギュアの新作情報や開封レビュー動画どんどん投稿していきますので、気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。すげえパンサンやらピリ Wait a l 잘못오셨네요상관없는자에게는묻지마세요성격끝이식고 And I live to tell the tale 무시바뀌기기하지만 Coffin and